TV 大人気さんの中西さん、今野さん、こんちゃんです。よろしくお願いします。はい、はい、皆さんこんばんは。はい、紹介いただきました、今野邦彦と中西隆。はい、今日はですね、最後ね、スペシャルゲストですね、呼んでますので、期待しとってくださいね。はい、それではですね、今日は時間があまりないということもあるので、早速ですが、本当はね、すごく喋るのが大好き。校長先生とはこの間ね、ご一緒させていただきましたが、ね、まあ、とても楽しいひとときを過ごさせていただいて、僕はもう、負けじとこう喋ろうかと思いましたけど、もう喋ってますかね。やばいですね。やばいね。やばいですね。はい、じゃあ一曲いきましょうかね。はい。いいですかね。いきましょう。はい。Thank you.
ね、イーグルスですよ、イーグルス知っとるよ、ね、みんな知ってるイーグルス本当かな、イーグルス知ってますか、イーグルス、あ今の曲聞いたことある人は、はい、あれ意外と好きなあのね、イーグルス、あ、12弦で、あ、今度じゃあ12弦持ってきますよ、12弦、はい、あの、なんだろう、やばいです。これこのまま行くとですね、僕は結構あの話すの大好きなんですよね。で、好きと、上手に話せるは大違いなんですけど、まあ、どっちかというと好きが先行して、で結構あのライブでね、例えば今日はね、一応30分時間いただいてるんですけど、きっとね、このまま行くと大体3曲ぐらいで終わっちゃう。で今日は、ね、4曲。4曲。4曲、あ、いや最初ね5曲だったんですけど、やっぱりちょっとねさすがにちょっとしゃくりたいなって、とりあえず5曲やって残った時間喋ったら前の時間になっちゃう、なるほど、そういう考え方もありますけどね、まあそうあだから、ね、結構ね早口で喋ってるから結構喋るね、はい、ろれつがちょっとねもう、まあ、いかん、いきますね、次次はですね、ね、これ有名な、ね、スタンダード、英語の歌です。英語の歌というと、忘れてしまいたいことや、やめて、回しますね、わかります、今のギャグ分かった人、あれピンとこないです、あの川島英語さんね、酒と涙と男と女、ね、有名な、あ、また時間がどんどん来ますね、あ、で英語の歌で、はい、有名な曲ね、ちょっとこの時間にはふさわしくない曲かもしれない、8時過ぎ、9時過ぎたら、どっちかというとね、今の時間だと、今の季節はですね、6時過ぎとかね、夕方夕方フレンドというか、はい、聴いてください、
just go on my name and to go on.結構ね、このギャグって、ね、いろんな人がね使ってますね。さっきもね、英語の歌はね、僕はあれですよ、夕方の木村さんね、僕トヨタから来てるんですけど、トヨタで結構ね、夕方の木村さんがちょっとこじんまりとしたライブハウスに来られて、つい先日もね行きましたけど、その何回か行く中で木村さんが連発してたんですよ、この次は英語の歌ですって言って、このね、忘れてしまう。だから木村さん、直伝のというか、勝手に使っているけど怒られますかね、大丈夫かなと思いますけどね。と言いつつ、はい、ちょ今この時点で12分経過ということで、はい、そろそろ縁の竹の間、僕らのせいでも後半戦に入ってまいりして、早いな。いや、早いですよね、早い。実はね、言うだけ言っておきますと、これ5曲のうちもう1曲は、次はね、あれですね、ご趣味願いをっていう歌を歌おうかと思ってましたが、時間がないので歌いません。で、その前に実は宇宙の話をしようかと思って、で、それ、話と歌を入れると、やっぱり10分ぐらいかかっちゃう。ということで、今日は残念ながら、またの機会にぜひ。お越しいただければと思います。じゃあ次はね、このバカなことばっかり言ってるから、もうね、今度はもうさっきのね、ABB さん、 ABB さん改めて EBB さんという方ですね、エレクトリックアコースティックエレクトリック、彼はね、ハーモニカすごかったですよね。ハーモニカだけじゃなくて、自分でね、オリジナル曲を書いてます。で、次はその彼の渾身の一曲をね、披露していただく。ね、ハンカチ出してくださいね。いや、マジでそんなにハードル上げないでください。僕もここに置きますからね。ハードル上げないで、途中で先輩がいい感じにモテ曲にしてもらえる。ギターでいい感じにしてください。それは、はい、はい、ね、はい、じゃあね、はい、じゃあ紹介も、あ、はい、わかりました。じゃあ今度が歌います、よろしくお願いします。夏の、曲です。かっこいい男に憧れて作りました。今日は中西先輩がいい感じにしてくれると思います。よろしくお願いします。張り切って、憧れのペテンシーという曲をしてください。公園のベンチの優しい街灯に群がる夏の虫、消すばかり
実はね、一緒にいろいろやってる音楽なので登場いただきます。お二方ですね。三河のね、スーパーギタリスト と、スーパーキーポリストね、お二方、お前に来たい。キノケンと、ね、アツコさん。はい。どうぞ、ステージにお越しください。
結構ね、このなんか感慨深いですよね、結構ね、このステージ立つ、実は僕と木野健とコンちゃんは、もう一人のベースのメンバーにいて、アコースティックビートルズバンドのやつ、それがね、OBB です、ABB じゃなくて、OBB、アウトサイダービートルズバンドってね、実はこの、ミュージシャンもお世話になってて、もう随分、もう、かんって前、僕も何年前かな、2回ほどね、ここで忘年会をね、バンドの忘年会の話をいただいたことがあります、お世話になりました、ね。本当に R2D2 はできたんでしたっけ？あ、できた、できた、だいぶ前で、もうだいぶ前です、それだけご無沙汰してるはい、ということで時間もありませんので、なんかほぼ、いや、いかん、ちょっと しんみりとしてないですね。いや、僕本当にもっといろいろ喋りたいっていっぱいあるんですけど、まあ、それはいろいろ、まあ、この後もね、ライブをね、いろんなところでやっていきますけどね、よし、もしよかったらちょっとね、覗いてみてだけで、ね、はい、音量とかよかったですか、音量、音量、僕はですね、実はね、かぶったんですね、今日ね。あ、日本語でしたから、さっき。あ、そう。別の曲ですかね。はい。また、最後、どういう順番に、僕振ります。なんか、ゴンちゃんが振ってくれるそうなんで。あ、振り返る、はい。僕が、前を取ります。僕にやつがないように。はい。いいですかね、じゃあ、ゴンちゃんの、ハープのいや記者の感じで最初ね。シカゴ行き発車いたします。乗車の準備はよろしいでしょうか。Thank you.
Hey!